はい、えー、ホワイトベース館内放送でございます。はい、えー。今日はですね、ちょっと若干真面目な話を、真面目な話って言っていいのかなわかんないですけども、あのー、初心者向けのね、話なんですけど、オートバイ、水冷のオートバイって、あの、冷却ファンがついてるんですよ。これ、車もついてます。はい。えー、バイクのね、エンジン音がどん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 上がってくると、えー、水冷の場合、 ね、その冷却水を冷やすために電動ファンがファーっと回ります。はい。で、ファーって回ったらどうなるかっていうと、ある程度温度が下がるとブーンって止まります。はい。で、モデルによっては、キーをオフにしてもファンだけ独立して回り続ける。で、ある程度以上温度が下がったら勝手にファンが止まるっていうものも、あります。はい。ね。ってことは、 バイクでファンが回り始めたら、エンジン切ろうと思ったらファンが回り始めちゃったって言ったら、ね、そのファンが止まるまで、ね、あの、これ、エンジン切っちゃいけないんじゃないかな。とかね、えー、もしくはエンジン、エンジンを切っても、もう一回オンにすればファンだけ回るんですよ。ね、そういう状態で、 ファンが止まるまでは、とりあえず、回しとかなきゃいけないのかな、っていうふうに思われている方が多いと、多いようなので、えー、ちょっと解説していこうと思うんですけども、あの、答えから言うと、キーをオフにして、ファンもオフになっちゃうタイプのオートバイだったら、もうそれで十分です。はい。別に何もしなくていいです。はい。そういう設計になってるんだから。ね。それでもどうしても心配な方は、 アイドリングのまま止めておいてください。アイドリングのまま止めておくと、ドドドドドドドってアイドリングしてて、ファーンって回ってて、ファンがヒューンと止まります。はい。そこからキーをオフにすれば良いです。ファンが回ってる最中に止めてしまったからって言って、あの、冷却水がね、ボコボコボコ沸騰してブシューとかなったりしません。はい。 そのぐらいの余裕は、余力はあります。ただ、ふかしちゃったらね、あのちょっとなっちゃうかもしれないですけども。はいでキーをオフにして勝手にファンが回っているものは勝手に消えるがそれ OK です。あれね、どういう構造をしているかっていうと、中にある一定温度になるとですね、えー、接点が閉じるっていうんですけども、あのスイッチがオンになるですね、えー、そういう,こう素子がですね、あの刺さってます。はい あのー、ラジエーターコアとかね、そういうところに刺さってるんですね。で、そこに対して電源が来てる。ね、ある一定以上の温度、例えば125度とかになると、あのー、接点が閉じてファンが加点回り出す。はいね、で120、115度下回ると接点が開く。接点が開く、スイッチがオフになるの接点開く。スイッチがオンには接点閉じるっていうんですけども、えー、接点が開いて、 えー、電気がいかなくなって、ファンが勝手に止まる。ね。で、これがメインキーのオンオフ関係なく行われているか、そうじゃないかっていうものの違いですね。中にはファンがついてないものもあります。はい。ファンついてない 250cc とかだと、一部のね、オフロードバイクとかになってくるとですね、えー、ファンがついてないモデルも存在します。というかね、250のオートバイで、えー、電動ファンが回る、その、ラジエーターのね、えー、ファンが回るっていうのは結構珍しいです。はい。 ね。え、というものになってきますので、非常にこう単純なものです。はい。じゃあ、あの、オートバイのね、え、水温がね、あの、どのぐらい、どうなると吹き出すのか。はい。え、走行してない状態、ニュートラル状態で、え、まあ、アイドリングで、え、まあ、ファンが回り出す。で、その状態からもう、ンバンバン吹かしまくる、バン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 ばば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  はい、そのくらいやんないと無理なんで、アイドリングでじーっとしてる分には、どん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 温度っていうのが下がってきます。はい、なので、えー、大丈夫です、はい。じゃあ、なんかで、俺のバイク温度上がりすぎじゃね,ーのねえのー、と。これどうしようという方。はいえー、まずですねあの、温度が上がりすぎ、えー、冷却ファンが回ろうがなんだろうが温度が上がる人。はい、これは、 ウォーターポンプがいってます。はい。ウォーターポンプがいってる可能性がある。はい。これ、国産のバイクだと、ほぼ起こらないです。はい。でも、なんでかっていうと、あの、国産のオートバイって、ウォーターポンプのポンプインペラ自体が金属でできてて、エンジンの中から、こう、きちんとこう、軸でつ繋がってるんですね。だから、非常に頑丈にできてます。はい。なので、えー、ポンプインペラ、インペラって言うんですけど、あの、中のね、プロペラのインペラって言うんですけど、それがね、壊れるってことは、まあ、ほぼない。 ほぼないです。はい。ただ、外国産のバイク。これ、はっきり言っちゃうと、あの、ピアジオ。ピアジオとかジレラのエンジンね。あ,あとは、あの、プジョーとかでも使ってますよね。あの辺の水冷の、えー、150以上のね、エンジン。ランブレッタとかにも使ってると思うけど、あのエンジンにつっくっついてる冷却ファンっていうのは、あれプラスチックでできてるんですよ。出力軸自体は確か金属なんですけど、そこに対してプラスチックでね、パコって止まってるんですね。 これ意外と壊れます。割れたりとか、あの軸の中がずれてガリガリガリになっちゃったりとかっていうのがありますので、外車に乗ってる人はちょっと疑ってみた方がいいかもしれないです。はい、まあ。国産の場合はあんまりあり得ないかな。だからエンジンが回ってないと、あの、冷却水で循環しないんですよ、ね。だから、あの、エンジン切ってもファーンってファンが回ってるタイプのね、オートバイ。 の冷却水っていうのはラジエーターコアに溜まってる分の一部を冷やしてるに過ぎないのであんまりエンジンの冷却には役に立ってないんですねはいなので、えー、キーをオフにしてからまたオンにして冷却ファンだけ回すっていうことも含めてあまり意味がないあんまり意味がないどうせだったらアイドリングで冷却水回してやった方がより下がりますはいアイドリングだけで、えー、冷却水がオーバーヒートで吹くってことは絶対ありえないですはいありえないですねはい っていうこと。で、それでも、あの、ちゃんとしてると。で、えー、やたらファンが回るな。えー、こういう方はですね、えー、冷却水そのものの種類、これを見直してみてください。冷却水っていうのはですね、いろんな種類、グレードがあります。はい。もちろん、その冷却水でね、あの、不凍液、不凍液なんて言ってるぐらいなんで、凍らない液体だと思ってる人多いと思うんですけども、えー、凍らない液体もちろん入れるべきなんですけど、絶対に凍らない地域あるじゃないですか。ね、沖縄とか。 凍るって言っても、そのじゃあ、氷点下何度になるの、ね、マイナス20度ですかマイナス35度ですかね、でそういう地域もあれば、いや、せいぜいマイナス5度ぐらいですねっていうところもあるわけですよ。もちろん、冷却水の不凍液の,その下ね、0度を挟んで、下の範囲を大きくすればするほど、上の範囲っていうのはやっぱ下がってくる,くるわけですよね。 その、沸点がどん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 下がってくるわけですよ。ということは、凍りにくい冷却水であればあるほど、冷却効率が下がってくるわけですね。はい。ってことは、冷水用とかね、常に高い温度で使うマージンを取っている冷却水になってくると、これ普通に0度で凍っちゃうぐらいのもんなんですよ。だって、氷点下で使うっていうシーンがないから。その代わり、 熱に対してはめっぽう放熱力が強い冷却水っていうことになります。で、これは極端な例なんですけども、その、ね、氷点下の点をどこまで振ってあるかっていうのは、結構お店に売ってるレベルで、えー、何種類か分けてあって、ちゃんと書いてあります。はい。で、これを自分のバイクと住んでる環境に合わせて、えー、使い分けてやる。そうすると、ファンがね、じゃん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 回ってずっと回りっぱなしみたいなことが、かなりこれ、体感的に、 抑えられます。これね、温度計つけとくと明らかで、あのー、たとえファンが回り出してもね、すぐ温度ヒューンって下がってきますよ。ね。っていう、まあ、あのー、冬場でコール地域なのに、その冷却体制の低いものを入れっぱなしにしちゃってですね、凍らしちゃったなんていうと、エンジンブロック下手したらバキって割れますんで、はい。 あの、水の膨張っていうのはね、あの、個体化するときに1.1倍になりますので、で、それを密封しておくとどうなるかっていうと、あの、外側を突き破るだけですんで、圧縮はされないです。はい。なので、えー、まあそういったことにはね、ぜひ気をつけて、えー、やってもらえればなと思います。はい。まあ余談も挟みましたけども。はい。どうですかはい。これね、あのー、視聴者さんば、あの、のね、直接の相談。 ではないんですけども、はい。えー、からちょっと話をしていただきました。で、冷却ファンのね、あのー、電力消費量って結構多いんですよ。えー、オートバイの車体で、あのー、電気の消費量が多いところっていうのが、まず、白熱球のヘッドライト、LED じゃないよ。ヘッドライトが一番。次に僕、冷却ファンだと思ってるね。で、その他にのグリップヒーターとかがあ,あるんですけども、その車体の制御だとか、 え、火花飛ばす上での電気っていうのはそんなに実は食わないですね。はい。なので、ファンがわーってこう回ってて、えー、オフにすると結構バッテリー減っちゃってる可能性がありますね。はい。まあ、あと食うのは、あの、セルフスターターモーターね。あの辺はかなりの電流を食いますんで、えー、バッテリーに対してはですね、かなり負荷がかかりますけれども。はい。だから、あの、割とその VMAX とか、よくあったんですけど、 あれね、アイドリングで充電しやがらねえんですよ。あの、旧型の昔のね、V ブーストの VMAX ね。もう、1450回転以上じゃないと充電しないっていうですね。そういうあのー、もう、あのー、もう、ほんとね、あの、クソたわけた仕様になっておりまして。で、それがね、あの、レギュレーターを変えて、レギュレーターがセローみたいなレギュレーターついてるのよ。昔の。 あの初期型のセローみたいなやつね。昔の R1Z についていたみたいな、あのフィンが付いてないやつみたいなの付いてんの。あれを対策品のでかくてフィンがすげえやつに変えてやると、一応充電するよってのがあったんですけども。それでも VMAX のね、あのー、アイドリングなんて、だいたい1100だから1200だからそんなもんですよ。せいぜいね。で、その状態で充電しないもんだから、 あのファンとか回るとねどん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 バッテリー食ってっちゃうの。で夏場に渋滞するじゃないですか。でファンがガンガン回るじゃないですか。で坂道とかでおっとって演奏するじゃないですか。もう二度とエンジンかかりません。はい。こういう事態をですね3回繰り返して僕は VMAX を手放しました。はい。今の VMAX なら対策されてんのかなと思ったら今の VMAX でもあんのねこういうのね。なんか知らないけど。 高バッテリー弱いのかなあの時はねあの秋月電子のバッテリーを入れればどうなみたいな感じであのバッテリーのね あの、を積む、車体側のバッテリーのホルダーのケースをね、ちょっと削って広げたりとか、ちょっと切ったり割ったりとかして、無理やりこう叩っ込んで突っ込んで、あの、それまでね、セルが、あの、VMAX のセルってね、情けない音するんですよ。ひょろ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 、ギュルバンドーンみたいな感じだったんですけど、そのセルがですね、えある程度こう強くなって、ひょろ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 から、 キャキキャキキャキキャってなったのは結構楽しい思い出でしたね。はいまあ、バッテリーを強くしたからって根本的な対策にはなんないんですけど、やっぱね、あれは渋滞がないち広い地域で、えー、じゃんじゃん回して乗るための乗り物ですよ。ね、あの,の、旧型の、特にあのー、三遊なんとか、あの要は国内、 使用向けの VMAX と初期型北米とかのやつね。まあ、あの、それから以降は対策されたみたいだけどね。うん、そっちは高かったから当時買えなかったな。もう、V ブーストじゃない VMAX だから MAX ですよね。それ喜んで乗ってましたよ。安かったんでね、当時ね。あの時で仕入れ値で言うと10万切ってたかな。うん。で、その後に V ブースト付きのやつを、まあ、あの、仕入れて乗ったりとかしたんですけども。まあ、燃費がクソ悪くてね。リッター3キロですよ。 ね。あの、当時の貧乏な私、ね、リッター3キロなんで、目の玉飛び出るほど燃費悪すぎてですね、高速乗っても5とか7とかまでしか引っ張れなくて、まあ、それがきつくてね、あだってガソリン容量が11リットルぐらいしかないんですよ。あれ、石のシートの下に入るやつね、なんですけど、全然距離は乗れねえじゃんっていうね、まあ、あの、面白い紙仕様なオートバイでございました。え、ね、いい思い出ですね。はい、VMAX、あの、高校の時の先生が乗ってたからね、すごい憧れてたんで、1回は乗りました。はい。 というような次第でございます。えー、今の、現行の、ね、VMAX、現行っていうか、今の最新の方の VMAX 乗ってる人ね、まあ、いろんな黒話あるかもしれないんですけども、あのもしよかったらですね、えー、コメント欄の方に寄せていただければ、はい、楽しみに読ませていただこうと思っております。はい、あのメールいただいても結構です。はい、てな感じでございます。はい ええー、あとあのー、すみません、サブチャンの方もご覧になってらっしゃる方多いかもしれないんですけども、はい、ええー、まあちょっとね、ハロが体調良くないので、ええー、ご心配をおかけしたりとしておりますけれども、あのー、まあ僕自身、ええー、元気です。元気、元気っていうか、あの、そんなこと気にしないっていうわけじゃないんですけども、やっぱりその、なんていうのかな。良くない未来ばかり考えていると、 そこに引き寄せられていくっていうのは僕絶対あると思うんですね。逆に僕自身も絶対できる、絶対大丈夫っていう方向に考えてきたからこそ今の自分があります。はい。か確かにね、あの、うちのハローがガンでね、えー、余命宣告だっていうのを聞いた時は非常にこうショックだったし、で、昨日もやっぱそれがどれぐらい、ねえー、のものかっていうのを聞いた時はやっぱショックで、あんまりも先生の話を覚えてらんないぐらいではあったんですけども、 前回もそうだったんですけどもね、やっぱいろいろ考えてみて、あのー、全く気にしないとかそういう話ではなくてですね、やっぱりこうできることをした上で、自分自身も前向きにやっていかないと、あのー、いろんなことがダメになってしまうなっていうふうに思ってですね、で、そんなことをね、 えーまあ、ハローは分かんないと思うんですけども、あのもし分かるとしたら、絶対に気にすると思うし、望まないと思いますので、あのー、YouTube の動画、それから自分のね、本業のオートバイ業の方もね、全部含めて、今まで通り、いや、今まで以上にですね、えー、僕はあの力を出して頑張って、えーまあ、頑張るっていう言い方は、なんか辛いことを我慢してやるってイメージがあるので、あんまり使いたくないんですけど、僕は結構好きでやってますんで。 好きで楽しんでやってる行ですので、それをですね、えー、精一杯その力の限りやりつつで、えー、そうすればこっちも安定してくれるし、で,できた時間を最大限ですね、えー、自分の愛犬と過ごすところにこう使っていくっていう形で、えー、やっていこうかなと思います、はい。よくね、前向きに前向きにとかね、そういう言葉あるじゃないですか。あ,れあの子供は非常に嫌いなんですけど、あのだって、 前向きになれって言ってること自体、その、辛くて下向いちゃってる人を無理やりこうね、えー、の、切字めきめき伸ばさせるような言葉じゃないですか、ね。僕ね、前向きにっていうのはそういうことじゃなくて、やっぱ、その、未来って何パターンがきっとあるのマルチエンディングなんですよ。で、その中では、良くない未来もあれば、いい未来もあるわけですね。じゃあ、その、望むことが、 起きなかったもしくは不幸なことが起きてしまったっていうのがその良くない未来なのかって言ったらやっぱり僕はもう起きない方がいいけどそうではなくて実際にそこに立ったその未来の、ねえー、点に立った時にそのああすればよかったこうすればよかったっていうのが少ない方がいい未来だと僕は思ってます、はい、でその時初めて自分は前向きにやってきたっていうふうに言えることであって何も そこにたどり着いてない人間が前向きに前向きにってこう言ってくっていうのはどうも本末転倒な気がします。はい。なので、じゃあ僕何が起きたら後悔するかな、ね。例えば、あの、ハローが調子悪いからイベント休んだとか、あの、仕事をやんなかったとか、ね、そうやってハローが病気だったっていうことを言い訳にした瞬間に、じゃあいなかったらできたんだね。いなかったら楽しめたんでしょうっていうふうにこうなっちゃうわけですよ。ね。 そのパターンそのものが僕が後悔する点です。かといって、ね、ほったらかして遊びに行きゃいいのかって、そうでもない。両極端です、それは。バランスが重要だと思うんだけど、自分は、その、ハロの介護も頑張ったし、で、残された時間を大事に過ごしたし、それ以外のことも大事にしたし、ハロがいてもいなくてもやってただろうし、 っていう形で、いろんなすべてのことに後から考えたときに後悔しないチョイスっていうのをするっていうことが前向きっていう話なんじゃないかなっていうふうにまあ僕は、まああのー、思ってます。はい。ね。まあ、あのーね、いろいろこう考えるところも確かにあるんです。あるし、いろんな方にね、えー、励ましや応援をいただいてるんですけども、大丈夫です。はい。僕そんなに弱くないです。はい。 大丈夫です。全然大丈夫です。はい。えー、というわけで、あのー、まあ、オートバイの業務の方ね、えー、ちゃんとやってますんで、あのー、まあ、メール問い合わせ、えー、まあ、オートバイのご案件、えー、お仕事等に関してはですね、えー、いただければ、普通にいただければ幸いです。で、あのー、もちろんそれで、えー、まあ、ちょっとその日病院でとか、 あの、日にちずらさなきゃいけないとか、あの、ちょっとその距離だと、陸送でお願いしなきゃいけないっていうのは必ずあると思うんですけども、えー、それを含めてですね、自分自身しっかりやっていきたいところでございますので、えー、皆様に関しましてはですね、えー、そのあたりご理解の上、今後も私とお付き合いいただければ幸いでございます。はい。 話、話最後になりましたけど、明日、あのー、元スタイルでイベントあります。これ僕のイベントじゃないんですけど、あの僕のイベントとしては言ってないんですけど、あのー、ジニアさん、グローブのジニアさん来るので、えー、僕もですね、えー、行こうと思ってます。だいたい、えっ、ー、と、まあ、お昼前後、あの、かっちり何時からっていうのはちょっと言えないんですけど、確か開店が土日だから10時かな。 11時かなま、あそくらいだと思うんですけども。ま、あお昼前ぐらいから行ってですね。ちょっとお店の方で2時から来客がありますので、あの、その前には戻っちゃうんですけども、あの、お昼ぐらい、開店しばらくぐらいからお昼ぐらい。モッドスタイル何時からだちょっと待って、今調べちゃうわ。10時だな。ん 今日は11時か。10時、19時です。多分ね、ジニアスさんは10時、19時で多分最初から最後までやってらっしゃると思うんですけど、僕、さすがに10時からはいかないです。はい。さすがに10時からいかないです。多分、そうだな。まあ、じゃあ12時ぐらいから、あの、顔出しましょうかね。はい。てな感じです。え。 えー、よろしくどうぞお願いします。いいグローブですのでね、えー、皆さんこの機会にオーダーされてみてはいかがでしょうか。はい。別になんかあのお金もらって宣伝してるとかそういうんじゃなくて、僕自身いいと思ってますので、えー、推奨させていただいている次第でございます。はい。 ご視聴ありがとうございます。いつも。はい。えー、またですね、いろんなリクエスト、質問、えー、どんな初歩的なことでも結構ですので、えー、むしろ初歩的なことの方がいいです。あの初心者が詰まるような話の方がですね、えー、一般的にためになりますので、えーまあ、人生相談でもいいんで送っていただければ幸いです。はい。失礼します。